ジュアンがレイ,イザブル、ベルリン・フアンがライスバル、1971年3月20日帯、は、スペインの概念芸術家、彫刻家である、マドリード出身。多角的なアーティストであり、描画、ビデオアート、光と音によるインスタレーションで実験したこともある。彼は、国際的に公共的な彫刻やモニュメントで知られている。個人的なプロジェクト、アーバンメモリーズは、 歴史的に重要な破壊された建築物を都市の中空に彫刻や光構造などで回復する。マドリードの IB67 で描画を学び、フランス・ランスのシサムにて高等教育を行い、創造的障害の始まりはスペース・トロフとの転換を組み合わせ、異なる材料で経験を積む。現在の段階では、ベルリンやマドリードの公共の場でのコンセプチュアルアートに専念する。 作品のほとんどに、鉄鋼、照明、大工、石膏やプラスチック細工の技術を使用し、構築する。ジュアンがレイザブルメモリアデルジャージの主な公共、彫刻、1998年から2007年の間、マドリードからケープタウンの間のアフリカ大陸の様々な場所を渡る。現在、ベルリンとマドリッドを、職業や生活の拠点とし、 一時的なワークショップや他のプロジェクトを組み合わせる。二人の娘がいる。ありがとうございます。